10月30日、月曜日の山陽新聞ニュースです。31日のハロウィーンを前に、津山市の美正科大学短期大学部で30日から、恒例の仮想投稿が始まりました。学生たちは、個性的なメイクや衣装で着飾って、授業を受けたり、休憩時間に記念写真を撮ったりして楽しんでいます。 仮想投稿は2009年に学生有志が始めたのがきっかけで、現在は全学生の7割に浸透しています。仮想投稿は31日も行われます。岡山県は30日、私立学校教育の振興に功績があった4人を2023年度の私学教育功労者に選んだと発表しました。 表彰されるのは、根高学園中学校の山本義直教頭61歳、岡山理科大学附属高校の山本勝人教頭62歳、三坂高校の前勝弘教頭59歳、第二誠幼稚園の岡本ゆかり園長62歳です。表彰式は11月6日に県庁で行われます。 岡山県鏡野町の旬の食材を使った弁当、山弁シリーズの2023年の秋版、別品もみじが完成し、30日、奥津湖総合案内所水の里奥津湖で PR イベントが開かれました。地元産の栗や、県北のジビエなど秋の味覚が楽しめる2種類で、弁当は1個1200円です。 11月3日から26日まで土曜日曜祝日を中心に町内にある3つの施設で販売します。続いて天気予報です。10月31日は岡山県南部北部ともに晴れ、ところにより昼前まで霧でしょう。岡山県南部の最低気温は9度、最高気温は23度でしょう。 岡山県北部の最低気温は7度、最高気温は22度でしょう。降水確率は岡山県南部午前0%、午後0%。岡山県北部午前0%、午後0%でしょう。ニュースの詳細は山陽新聞、もしくはサンデジをご覧ください。